アンドレア・チェザルピーノ、植物分類体系。アンドレア・チェザルピーノは、イタリア・トスカーナ州アレッツォ県アレッツォ出身の植物学者、哲学者、医師。首都には1583年に表された全16巻から、なる植物分類体系がある。今日では、ジャケツイバラの学名の由来にもなっている。パドバ大学、ピサ大学で哲学と医学を学び、 1551年に医師となる。後に、ピサ大学の医学、植物学教授となり、ピサ大学の植物園長を務め、また、ローマラ・サピエンツァ大学の教授も務めた。植物学者としてのチェザルピーノは、植物を高さで分類し、分類学の先駆者でもあった。哲学者としては古代ギリシアの哲学者、アリストテレスの霊魂論の影響を受け、 受精器官に基づく分類体系を考案した。医師としては、血液が心臓の右部分から肺に行き、肺から心臓の左部分に運ばれると考え、これを循環と呼んだ。そのためイギリスの解剖学者、医師で血液循環節を唱えたウィリアム・ハーベーより先に血液循環を発見したとされるが、定かではないチェザルピーノは、哲学、植物学を活かし、 1583年に全16巻からなる植物分類体系を表し、スウェーデンの植物学者であるカール・フォンリンへ、イギリスの博物学者であるジョン・レイに大きな影響を与えた。晩年の1592年からは、ローマ教皇であるクレメンス8世の寺院を務めた。1603年2月23日、ローマで亡くなるシゼルピノは、 植物の学名で命名者を示す場合に、アンドレア・チェザルピーノを示すのに使われる。特集、輪廻植物にかけた情熱の人、ナショナルグラフィック、2012年11月4日閲覧。チェザルピーノヤフー百科辞典、日本大百科全書、2012年11月4日、閲覧。ありがとうございます。